まあ、今回はね悪で書きましょうか、悪いものっていう感じですけども、燃費がいい車と悪い車っていう切り口がありましたんで、そこを広げていこうかと思うんですけども、あの燃費が悪いからこそ価値が高まってるように見える車もあると思うんですよね。私のナイト2000燃費3リットルぐらいなんですけども、なんかアメ車によってはね燃費1リットルみたいなのあるらしいんですよ。まあ、そうなると、うん、何ですかね、その車に乗ってることが、まあ、意味をなすっていうかね、すげえなみたいな感じになったり、いやお金かかるでしょみたいな感じでね、うん、まあいやいやとんでもないですね、やっと払ってますよみたいな感じでちょっと金持ち気質を誇ることもできるっていうのは、タワーマンションに住んでるよりもダイレクトに分かりやすいのかなと思うわけなんですよ。まあどっかの誰かがね赤いフェラーリに乗ってましたけども、あのあんまりエンジンかけないとそのバッテリーがね上がってしまって交換しなくちゃいけないとか、洗車に出したら特殊な塗料を使ってるから洗車代金20万とか言ってましたけども、あれもあれでねブランディングに使えるし意味を もたらすなと思います。でも経済的にはすごく非合理的ですよね。でもそのフェラーリを乗っているヒルズ族が例えばカローラに乗ってたらどうですかね。まあ、それはそれで面白いかもしれませんね。でもやっぱりフェラーリを買うからこそ絵に描いたような成功モデルっていうキャッチコピーが存在して、まあ、そこに販売もスムーズにいくのかなと。それはね、取引先の M&A する企業様に対してもそうだし、まあ、一般人私たちみたいな人間に対してもどっちもメッセージが効くと思いますよね。まあ、だけどもじゃあカローラだったらメッセージが聞かれるのかってことなんですよ。金持ちになるためには移動手段をここまでコスト削減するんですよって見本として出すんだったらカローラでもいいと思いますしね。それから取引先の人も、結構移動にはお金を使われないんですねみたいな感じでね、うん、お金は全てビジネスに使うんでこういうところに私ねブランディングにお金使おうと思わないんですよみたいな感じでもいいと思うんですよね、うん、だから悪いものが良くなるみたいな、そんな逆転現象も起きるんじゃないかなと思いますね。なかなか面白いですね。じゃあ今日も一日始めていきましょうか。いってらっしゃい。